で、今日は人と人制度権という題名でお話をさせていただきたいと思っております。ここで人というのはいわゆるホモサピエンス、いわゆる 生物界でしょうか、生物としての人、そしてもう一つはですね、人と人との間、人間がありますが、その人と人との関係性を重んじる社会文化的なですね、人間、人という、そういう人との二つのですね、立場、すなわち、簡単な言葉で言いますと、心と体と言っていいでしょうか。そういったものを人というように表現しておりますが、一方、ここにある木というのは、材料をやっている人にとっては木材という言葉になるんじゃないかと思いますし、生きているですね、木を扱っている人にとっては樹木という言葉でイメージされるんじゃないかと思います。まあ、この木という言葉もある意味で、木材という材料としての立場と、それから生きている樹木という立場、この2つのですね、イメージを持った感じなんじゃないかなというふうに思います。一方、生存権、これは2004年、平成16年に、その当時の中空電波科学研究センターと、それから牧師科学研究センターが統合され、そして、新たなですね、研究所をもう少し、端的な立場から科学していこうというようなことでですね、人間が関わる空間、領域、その総体をですね、生存権というふうに名付けて、このような人間の生活権、それを取り巻く基盤となるような生命、生物権、さらにはその周りをさらに取り巻くですね、宇宙から大気に至る、大気圏に至るもの、さらには水圏、そして、その他のですね、無機的な世界、こういうものを全体をですね、トータルに考えて、それぞれの県の自律的な挙動と、そしてそれらの相互作用について、それを、学問していこう、勉強していこうということで、生存権科学というものをですね、イメージしながら、生存権研究所という名前にして、それをですね、人間が関わる領域ということで、ヒューマノスフェアという名前にしております。私のですね、30年余りにわたる研究を振り返って見ていきますと、このような木を通じて人と生存権を学んできた、そういった歴史であったのかなというふうに今振り返って感じております。今日はその内容をですね、1時間ばかりしかございませんので、走りながらご紹介をして定年退職後期に返させていただきたいというふうに思います。でまずはじめに未利用の木質資源を用いた、材料の開発ということで、このような材料の開発に関わる理論、製造、利用技術、こういったものと、それから、木材というのは、基本的にですね、大きさに非常に大きな制約を受けますので、エレメントをできるだけですね、均一に小さく、この場合ですと単板と呼ばれるようなですね、ものから合板と呼ばれるもの、あるいはここに示したような LVL と呼ばれるような繊維をですね、揃えて、そして積層接着したようなそういう材料、こういうものについては接着ということをですね、避けて通ることができない、まあ、そういう意味での接着に関わる研究、それから材料としてのさまざまな、木質材料のですね、性質を評価していく、耐久性や耐火性、そういったものの評価をしていく研究、まあ、大きく分けると、こんな3つぐらいになるんじゃないかなというふうに考えます。具体的にはここに書いてございますように、近年ですとですね、熱帯における植林木の利用、ソーセージの利用といったようなものもございますし、杉材の機能の開発、さらには水熱処理といったような木材加工技術の中で蒸気噴射プレス法、あるいはその木材を圧密化して使っていく熱処理をする、円筒形の短板積層材を開発する、
配合性のファイバーボール、軽量ボール、いったようなさまざまな材料の開発のほか、バイタレスボール、接着剤は全く用いないということですね。それからセメントボールに関わる迅速効果技術、まあ、こんなようなものをですね、これまで多くの方と一緒に研究をしてまいりましたが、今日は、そのうちのですね、いくつかについてご紹介をさせていただきたいと思います。木材というのは、やればやるほど不思議な材料で、このようにですね、これは赤松、下がですね、杉の、セムの写真でございますが、直径がそうですね、大体10マイクロから数十マイクロ、そして長さが数千マイクロですから、非常に細長いですね、特に針葉樹の場合は繊維細胞からなっているわけですが、この細胞の壁、壁の部分をですね、見ていくと、このような、複層したですね、繊維の配合を持つ、構造が見られます。で、この特にですね、中の、二次壁、中層と呼ばれる部分が全体のですね、この壁の 60-70% を占めることから、材料としての木材の特性は大体ここで決まるんですが、それでもそのいわゆる内層、外層と呼ばれるところが、必要がないかというとそうではなくてですね、この場合ですとちょうどタガのような構造を持ってですね、防塵を防ぐ、寸法安定性を高めるといったような構造を持っております。で、こういった木材の複合的な構造、そしてセルロースミクロフィブリという一つの骨格をですね、いかに材料として生かすかといったようなことをですね、考えていく際の基本になるのは、やはりこういったセルの構造体、特にその中で、螺旋構造を持ったですね、こういうミクロフィルムの繊維のあり方、こういうものがですね、大きなヒントになるというふうに考えております。例えば、こういった、円筒の LVA の開発でございますが、この軸方向に対して、繊維がですね、極めて、シャープに立ち上がる形でですね、並んでいる、配合しているのがですね、ここにございますような実際の木材というのはこのような形で、二次壁だけを取り出してみますと、この軸方向に対して同じようにシャープには並んでいるんですが、ほとんどのですね、この回転している方向、ヘルカイの構造は Z 軸方向ですというふうに聞いているんですけれど、そのように単体でこの材料を取り出しますとですね、当然ながら右ネジに対しては強いんですが、左ネジになるとですね、緩む方向に動きますから、すぐにですね、材料がですね、変形する、あるいはねじれるといったようなことが起こります。で、こういった材料を、模倣するにしてもですね、こちらの方になりますとですね、そういうねじれ、方向性に対する対処、いったようなものが必要になりますので、交錯構造を持たして一層ごとに、この繊維の軸方向に対する角度をですね、右左とこういうふうに変えているわけです。で、こういった繊維の配合を制御し、そしてこの構造のですね、空気構造をコントロールすることによって、木材の持つ強度、寸法安定性、それから密度の軽さというんでしょうか、低密度材料、こういうものをですね、開発していこうと。例えばこの図は横軸にモクリの角度、それから縦軸にヤングリスというものを示しておりますが、このようにヤングリスはモクリ角が小さく、モクリ角が大きくなっていきますとですね、どんどんと急激にですね、押してまいります。すなわちこの繊維方向をいかにですね、生かすかということが大変重要なんですが、通常のですね、こういう一方向の材料でもって LVL を作って見てやるとですね、これが理論式でございますが、それに対して強度が実測しているわけですね、ほんのですね、5度、10度という形で目利確が大きくなっていきますと、元のヤング率の3割ぐらいがダウンしてですね、7割とか8割という形になるわけですが、それを交錯構造を持たすことによってですね、少なくとも10度ぐらいまではですね、ほとんどですね、ヤング率を落とさずですね、
材料の強度を保つことができるということが分かります。まあ、こういった基礎的な実験をですね、ベースにして、ここに北県立大学の木工研におられる山内先生がおられますが、こんな分がですね、短板を糸で持って、補強し、横方向強度を補強し、そしてそこにですね、一定の非常に均質な少量の接着剤を、この場合は白用紙に持って、浸透させながらですね、重ねて、そして積層方向をコントロールしていくということで、作っていっております。これは、基本的にはね、まだバッチのスタイルでございますが、こちらの方向から巻きかけて、次にこちらの方向から巻きかけていくことによってですね、先ほど申し上げたような交差構造を持たせることができます。で、そういった、材料をですね、実材の寸法として、そして実用化を図っていこうということで、このようなですね、大きな機械開発、それから製造の技術の開発、こういうものを経てですね、最終的にこの円筒形のエレベーターの実用化がなったわけでございます。利用技術も材料が新しければ新しいほど利用するための技術ということが求められますが、そういったですね、利用するための技術ということで、これは東京島原工業大学におけるですね、こういうコレジの中で、雨がかり、屋根はかかってるんですけれど、日は当たる、雨もかかるといったようなところでですね、実際の対応試験をしているといったようなことでございます。ここに、私の恩師の佐々木先生おられますが、まあ、こういったですね、円筒の LVL といったような材料に対して、基本の技術、それの利用技術から実用化のための技術、こういったものをですね、これまで開発してまいりました。で、木材の基本骨格であるセルロースミクロフィブリルというのはですね、その推定値はだいたい 2,3 ギガパスカルというふうに言われています。これは実質ですね、木材のセルロースに関してはだいたい 1.5 という密度がございますので、こういった密度のもとでこのような値ということになりますが、その強度というのはですね、ここにございますようなカーボンファイバーやそれから繊維ガラスファイバーといったようなものとほとんど比肩を取りません。むしろですね、軽いという意味からは非強度が高いというような、そういうものをベースにしているんですけれど、まあ、その実際に我々が樹木として見るものの中にはですね、そういったものが組み上がってですね、それで単繊維になり繊維束になり、そして木材という構造を持ったものになるわけですから、その間に密度はおよそ4分の1とかいう形でですね、空液構造を持っている、さらにはさまざまな組織構造の中でですね、先ほど申し上げたような、化学成分でいうと、骨格成分だけでなっているわけではなくって、残りの 50% ぐらいがセルロース、残りのですね、 50% はリグニンとかですね、それからヘミセルロースと呼ばれるような、物質ですので、まあ、そういったものによって、どん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 と全体強度としてはですね、低下していくわけです。ちなみに無欠点の木材、すなわち見かけ上節がない、目切れがないと呼ばれるようなですね、材料ですと大体120メガパスカルというような値を示しますが、それをですね、実際に我々が材料としての木材、構造材として使うときには、さらにその半分程度までなると。で、先ほどからこれからですね、ご紹介いたしますが、ボードと呼ばれるような面材になりますとですね、その中でさらにこういった繊維の排光性が失われますので、その値が小さくなり、最終的に元のですね、セルロースミクロフィブリルの強度からいうと、無欠点素材でだいたいですね、5% 足らず、それから最終的なですね、溶剤としての構造材になるとだいたい 1% ぐらいしかですね、セルロースミクロフィブリルの強度に対しては、追っていないということになります。まあ、そのようなことですので、まあ、結局ですね、こういう材料を一つ一つ、繊維の排光とそれから空液をコントロールしながらですね、木材を、我々が求めるような性質に、近づけていくといったようなことをこれまでやってまいりました。で、こういった木材以外にもですね、いわゆるリグノセルロースと呼ばれるものにはですね、いろんな、繊維を持った
特性を持った材料がございます。ここに示したのはですね、主にインドネシアで産出されるような植物、特に繊維系の植物なんですが、まあ、こういったものからですね、これ前にもテキスタイル等でこういう繊維を取り出して、そしてさまざまに利用してきた歴史がございます。でこれをですね、木質系の材料と同じように、構造材として利用するとどんな特性が得られるかなというようなことで、調べていきますと、このように、これはですね、縦軸に応力、横軸に歪み、いわゆる SS 曲線と呼ばれるものでございますが、こんなふうにですね、ラミーとかパイナップルとかケナフとかサンシベリアと呼ばれるものは極めて、強度が高い木材のですね、繊維速で大体100から200メガパスカル、これぐらいのレベルですので、この最大応力ですね、すなわち強度に直結する値というのは、むしろですね、総本形の方が高いということが言えるんじゃないかと思っております。で、その理由はですね、比較的簡単で、このようなですね、総本形の植物の多くは、一般的にですね、こういう高い強度を持っているものは、先ほど申し上げたように比重が非常に高いということですね。ラミーですと 1.3 ぐらいありますし、パイナップルですと 1.2 ぐらいあります。まあ、例外的にですね、サンシベリア 0.8、ケナフも 0.8、まあ、比較的低くっても、強度の高いものは逆に考えると非強度が高いので、材料として使いやすいということがございますが、まあ、いずれにしてもですね、こういった材料の一般的な傾向はセルロースのですね、含有率が高い、それからミクロフィブリル計画が非常に低い、すなわちシャープに立ち上がって、それから結晶化度が高いといったような特性がございます。でこういった材料でもって、例えばパイナップルとかサンシベリア、こういうものを使っていきますと、最終的なですね、材料強度はラボスケールですと大体300から400メガパスカル、メガパスカルですね、これぐらいの値までくる、木材の、例えば MDF と呼ばれるものが30、40メガパスカルと比べると10倍ぐらいのですね、強度を持つことが分かってまいりました。でそこでですね、その中で比較的汎用性があり、そしてこれまでの栽培実績の大きいですね、ケナフという材料を用いて、材料を作ってみようということになったわけですが、ケナフは皆さん日本でもですね、一時話題になった植物ですので、よくご存知かと思いますけれど、非常に短期間に成長するということで、3ヶ月から4ヶ月ぐらいでですね、ヘクタールあたり20トンぐらいのですね、非常に大きな生産量を持つ、そういう植物でございますが、このケナフはですね、基本的にこんなような茎を持っていて、そしてその周辺にはですね、先ほど来お示した、人皮の繊維がございます。内部はですね、このようなですね、非常にスカスカの木質系のものが含まれていますが、これをですね、2つ一緒にして材料化するのは大変難しいということで、この外側だけをですね、分離し、中と外でですね、それぞれ特徴を生かしたような材料作りをし、それによって、ここに示したような配合したですね、ケナフの繊維ボードと、それからコアをベースにして、全く接着剤を用いないでですね、非常に軽い材料を作っていこうといったような開発を行ってきました。ケナフの人皮繊維束でございますが、このようにちょっと写真が甘いんですけれど、一つ一つのですね、材料の繊維はいわゆる束という名前になっているようにですね、ユニットのファイバーではなくて、何十といったこのユニットのファイバーの塊でございますが、全体として見ればだいたい30から100マイクロ程度のですね、大きさを持ったような直径を持ったような材料ですし、先ほど申し上げたようにセルロースのコンテントがですね、非常に大きい、木材が 50% 程度としますとですね、それよりもさらにですね、4割程度高い 70% 程度のセルロースの含有率を持っている。結果として引っ張り強度はおよそ500メガパスカルという非常に高いですね、強度を持つに至っています。でこういった、ケナフをですね、その繊維の特性を生かすために、できるだけハイ硬度を維持する、そしてハイ硬度を維持してなおかつ均一にですね、
成形していくための技術、これもですねテキスタイルを基本的に応用したもので非常に単純なものでございますが、いわゆるカーディングマシンと呼ばれるものをベースにして、均一性と廃校性を維持し、それを一定のですね厚さに積層し、これ廃校はこちらの方向に廃校してるんですが、それをさらに、ニードルパンチングをしてですねマット化していく、これも廃校はこの方向に廃校してで、そのマットを廃校したマットをですね、接着剤の中につけて一定の接着剤を均一につけていく技術、こういうものをですね、さまざま試行錯誤しております。これは、その接着剤のですね分子量をいろいろ変えて、分子量の高いものから低いものに変えてですね、そしてその、接着剤についての特性を、材料に変換した時の、物性として調べたものでございます。こちらが寸法安定性、こちらが接着強度に関わるものでございますが、この接着剤はフェノール樹脂でございますけれど、接着剤の分子量、平均分子量が小さいとですね、接着強度が低くって、ある程度の分子量になるとですね、接着強度が安定してくるといったようなことが分かりますし、逆に寸法安定性はこの分子量が低い方が小さくなるということはですね、むしろ、寸法安定性が良くなるということですね、変形が少ないということですのでこちらの方がいいということで、接着強度を高くしようとすると分子量、接着剤の分子量、平均分子量を上げたりし、それから寸法安定性を高めようとすると逆にですね、分子量を下げていくといったようなことが必要になります。まあ、結果的にはですね、こういったいくつかの分子量分布を持つものをミックスしてですね、この寸法安定性と接着強度を維持するといったような方法をとって最終的な材料の開発を行いました。こういったケナフの人皮繊維をベースにしたファイバーボードですが、床材として十分使えるということが分かったんですが、まあ、最終的にはですね、このような耐力壁、壁をですね、作っていくような材料として実用化してきたわけでございます。で、一方人皮繊維の方はですね、そのようにして利用ができたんですが、全体の 6,7 割を占めるですね、この茎芯部分、これをですね、なんとか利用しないと全体としての利用がですね、うまくいかないということがございます。それで、この茎芯の利用に対して、その特性を見ようということで見ていきますと、このようにヘミセルロースがですね、通常のものより比較的高いということが分かってまいりました。で、このヘミセルロースをですね、うまくですね、分解そして再重合させることによって材料作りができないか、しかもこの茎芯全体は非常に軽いという特性がありますので、そういう特性を生かしつつですね、材料を作るとこれまでにないものができるであろうということで、それまでにですね、蒸気噴射プレス法というものについて随分研究を進めておりましたので、これを応用し、そして熱と水の作用によってですね、この成分の中から特にヘミセルロースにターゲットを当てて加水分解を促し、最終的にそれをバインダー、すなわち接着剤として使っていくといったような技術開発をしたわけでございます。こちらの方にですね、その性能をですね、書いてございます。上の方は先ほど、お示ししたケナフの人皮繊維のファイバーボードについてのですね、材料の物性特性を書いたもので、まあ、これはもう置いておいてですね、こちらの方のバインダレスパーティクルボード、それから同じ材料にユリアをベースにした接着剤をつけた材料、こういうものと比べていただきますと、同一密度でもって、ヤング率あるいは強度はほとんど変わらないんですが、しかも接着力も変わらない。特性として非常に面白いのはですね、ここにありますように寸法安定性、厚さ方向の寸法安定性、それから面内方向の寸法安定性がむしろ接着剤を用いないボードの方がユリアをベースにした同じ原料を用いたですね、材料よりもはるかに優れているという、こういったですね、蒸気による、加工技術によって可塑性を増したですね、材料がより寸法安定性を高めている、
接着剤を用いずともですね、厚さ方向も面内の方向についても寸法安定性が非常に高いといったようなことが、この図から読み取れるわけです。で、なぜそれじゃ全く接着剤を用いないのに接着剤を用いたと同様にあるいは同等以上にですね、物性が高いのかといったようなことが大変興味あることだというふうに思うんで、このようなですね、成分に関わるですね、変化がどのようになっているのかといったようなことを具体的に、これがコントロールですから元の材料に対して蒸気圧力1メガパスカルの下で、7分間から20分間にかけてですね、処理した材料について、どういった化学変化が起こっているかということを調べたわけですが、このようにですね、そういった材料処理した材料はこの時間が長くなればなるほどこの抽出成分に関わるものが非常に大きくなるとともにですね、一方でこのようにヘミセルロースを中心にセルロースもまた若干リグニンも若干ですね減少していくといったようなことからですね、こういった主要な成分が加水分解されることによって抽出された成分が増えていっているといったようなことが分かりますし、そのことをですね、強度との関係で見ていきますとヘミセルロースが相対的に減少すればするほどですね、このような形で接着強度が増えあるところまでいくと飽和するといったような現象が、分かりました。そのようなことでもう少しですね、そこのところをきちっと見ていきたいということで、さらにケナフの茎芯を今度はチップではなくてスライスしてですね、これ大変難しいんですが、足立さんにですね苦労をかけてこのような薄い板を作ってもらって、そしてそれを2枚合わせて、全くこれは接着剤つけてないんですが、こういう特殊なですね蒸気プレスと呼ばれるところの中にですね入れて、そして材料に圧縮圧力をかけ、そして蒸気を通してその蒸気の処理条件を変えつつですね、材料を作る。そうするとこの2枚のですね板が接着剤は使われていないんですけれど磁着するというようなことが起こりますので、それの強度を調べていくための引っ張り切断試験を作って、そしてその時のウエイトロスですね、重量損失とか、それから引っ張り切断試験をしてその切断力を調べたり、さらにはその変化のですね成分の内容を調べていこうということで、熱分解のGC マスを使ってリグニンを分析いたしました。その時に分かったのはですね、双本固有のですね経皮酸と呼ばれるような物質がですね、こういったケナフからは特異的に出ていて、そういった、ここにある経皮酸ですが、ものが、選択的にですね分解されている。こちらは無処理から処理時間を変えたり処理圧力を大きくしていったりしているわけですが、リグニンの大きなですね2つの組成はグアヤシルとシリンギルと呼ばれるもので、グアヤシルの方は針葉樹リグニン、比較的ですね、メトキシルが1つついたようなもので、反応性が高く、そして結果的に非常に分解しにくい、耐久性の高いと呼ばれているものを分母にとってシリンギルの変化、それから経皮酸の変化を見ていくとですね、このようにどんどんと小さくなっていくということからですね、こういったシリンギルとそれから経皮酸と呼ばれるような、双本系特有のリグニン構成物質が分解を受けている。でそういった分解に応じて横軸接着強度というんでしょうか、切断強度が上がってあるところまでいくんですが、それから分解しすぎると今度は下がっていくといったようなですね現象が見受けられたわけです。で以上の結果ですね、なぜ双本系材料で自己接着が可能か、先ほど申し上げたようにヘミセルロースが大変重要です。同様にですねリグニンの構成物質の一つであるヒドロキシ経皮酸、あるいはこういったですね、リグニンとそれから多糖をくっつけている、そういったリンクをしているようなフェルラ酸と呼ばれるようなもの、こういうものがですね、自己接着に深く関与しているということが、こういったデータから推定されたわけです。さて、
今のようなですね、ケイ酸といったようなものはカルボキシル基を持ったですね、いわゆるカルボン酸と呼ばれるようなものですが、こういったこれまでのですね、双本系をベースにした自己接着バインダレスボードといったような研究とまさに並行してですね、シナジーを持ったというんでしょうか、教授的にですね、我々の研究室の上村先生が有機酸と糖の接着系ということで新たな接着系を開発されました。一つだけご紹介いたしますと、こういったクエン酸、これはカルボキシル基を3つ持っている、酸でございますが、弱酸でですね、いわゆるレモン等に普段にこうよく見られるような、含まれているようなそういった酸ですけれど、そういった酸と木粉ホロセルロースをですね、用いてそれを熱圧するだけでこのような成形物ができ、そして結果としてですね、こういったカルボキシル基とそれからセルロースホロセルロースが反応してエステル化結合を起こしているといったようなことを見出し、そしてまあこういった成形物は接着系ですので非常に広範にですね、木材系の中で例えばパーティクルボードや合板と呼ばれるものまで含めてですね、いろいろな応用が効く接着剤として現在注目されております。もう一つですね、私の興味をそそったのは木材の経年変化というのはどういうことなんだろう。我々が大学でですね、木材学を学ぶとですね、通常、木材というのがさまざまな、クラフト製品やそれから建築材料に使われるために、経年変化といってもせいぜい100年とか50年といったようなレベルのものだったかと思うんですが、一方でこの京都や奈良においては、仏像といったような文化財がございますし、法隆寺といったような建物ですと1000年を超えてですね、材料として構造材料が木材が使われているわけです。そんなようなこともございますので、本当の意味でのエイジングというのはどういうものなんだろうということをですね、もう少し突っ込んでいこうということで、こういう風化とかですね、それから生物劣化と呼ばれるものではなくって、エイジングによるですね、木材のさまざまな物性変化、こういうものをですね、調べていこうということで、準備してまいりました。生存権研究所には長年来ですね、在管調査室というのがございます。でここはですね、現成の木材を1万5000以上収集しているということでもう大変有名でございますが、最近ここ10年ばかりですね、古材と呼ばれるようなですね、歴史的建造物から木材を収集し、その使われ方、物性変化、そういうものをですね、調べるための材料にしてまいりました。最も有名なものはですね、ここにございます法隆寺五重の塔の心柱の古材でございますが、その他にもですね、小原次郎先生から250点ばかりの膨大なですね、コレクションをご寄付いただいた、そういったものをですね、有効に使って一回やってみようということで、このようなさまざまな加工痕とか美術史的あるいは建築史的にですね、矛盾のないヒノキの材料を8点ばかり選びまして、そしてその材料についてですね、総合的な研究を分離融合で進めました。例えばそのですね、ヒノキの材建成年代を年輪年代的な手法と、それからカーボン14のウィルマッチング法をベースにして調べたのがこのデータでございますが、このように伝法隆寺というように書いてございますが、法隆寺はですね、これまで法隆寺から出た古材であるというのを認めたのはたった2つしかございませんで、1つは今ご紹介した私どもの研究所の法隆寺の心柱、もう1つは名分県に同じ時にですね、切り出した小口切片、それが永久保存版として残されているのみであります。したがって法隆寺古材というのはたくさんございますけれど、多くはそれは伝とつくべきものかというふうに思いますが、そういったものからですね、選んでとりあえずその材形成年代をベースにして経年変化を見ていこうということで、このような
測定を行ったんですが、見ていただきますと分かりますように、若干こう外れている部分が、例えばこういうところですと、40年程度ずれている部分がございますけれど、多くはですね、年輪年代と放射性炭素年代の年代測定のデータが一致しているということが分かっていただけると思います。で、この材料をベースにして、例えば物性で、木材にとって大変重要なのは水とのアクセシビリティでございますが、このような形でですね、平衡含水率を見ていきますと、古い古材ほどですね、平衡含水率が小さくなっていく。すなわち古材の平衡含水率というのは経年とともに小さくなる、低くなる、からしといった効果が認められるということが分かりますし、それから強度について、先ほど同様にですね、応力と歪み曲線で見ていくと、原生材と古材、むしろこっちの古材の方が破壊で応力が大きいんですけれど、まあ大体同じぐらいとして見ればですね、このですね、線形からこう非線形に入ってくるこの部分のですね、面積が随分違う、すなわち破壊人生がですね、繊維方向の材料についてもですね、だいぶ違っているということが分かりますが、強度はですね、繊維方向であまり変わらないということが、注目していただきたいことでございます。それに対して半径方向はというとですね、このように、強度もですね、原生材に比べると、古材は小さくなっておりますし、当然このような形でですね、破壊エネルギーも小さいということで、全体としてですね、半径方向については強度も落ちるし、そして破壊のエネルギーも小さい、すなわち脆くなっているといったことが分かります。ちょうど人間のですね、経年変化、劣化と同じですね、年をいってくると骨が硬く脆くなるといったような現象がですね、こういったところが伺えるわけです。成分変化はこのように、セルロースはほとんど変わらない、リグニンも変化していないということなんですが、ヘミセルロースについてはですね、このように減少傾向が見られる。こういった物性、それから成分変化を全体として見ていきますと、細胞壁のですね、セルロースの結晶は経年に対して比較的安定であるのに対して、ヘミセルロースは量的に変化する、低下する、それからリグニンは質的な変化を生じているといったことがですね、示唆されるわけです。もう一つですね、面白い現象は、色ということでございますが、原生剤は一般にはこのようにですね、比較的浅い色、白い色をしているんですが、経年変化をともにですね、色が赤みを増し、で、熱処理をするという、我々がやっているものもですね、同じような色の変化を示すんですが、この2番と3番はどちらかがいわゆる古材の経年変化で、もう一つがですね、熱処理をした木材なんですが、どちらがどちらかお分かりになるでしょうか。答えはですね、上の2番が経年変化をしたもので、こちらが750年経過したもの、こちらが1600年経過したもの、下の3番は180度で2時間処理をしたものと12時間処理をしたもの、大変こう似通っているというふうに感じられませんでしょうかね。で、こういった現象からですね、経年変化というものを熱処理する、すなわち熱酸化反応だといったような作業仮説を立てますと、熱処理によって酸化反応を促進できる、経年変化をですね、促進処理できるといったようなことが考えられます。で、色をこのようにですね、分光速色計で C ラボでもって明るさ、明度ですね、赤み、黄色み、それからそれらの総合的なものとして色差といったようなものでもって表現していきますと、こんなふうに180度、150度、120度、90度、そして古材はこういう非常にですね、規則的にですね、横軸に処理時間を、縦軸に色差の変化を取るとですね、変化していく形が見えます。で、こういったものをですね、アレニウス促進劣化が、熱酸化反応だというように考えていきますと、反応速度論的なですね、取り扱いが可能だろうと
ということでアレニウスの式に適用いたしまして、そしてまあここではちょっと詳しくは省きますが、シフトファクターというものを導入してですね、こういったさまざまな温度で処理したものを一つのですね直線に乗せ、曲線に乗せて、そしてそこからですね、デルタ E と、これちょっと一つだけ言いますと、このシフトファクターと温度の絶対温度の逆数、こういうもののですね直線性を調べていくというようなことで取っていくとですね、やはり期待通り熱処理した材料については非常に直線性が高くですね、基本的にですねアレニウスの式に従う、すなわち熱酸化反応というのはですね反応速度論的な考え方で十分説明できる。一方コザインについてもですね、見ていくと、まあ、奈良京都のですね平均気温を15度としていくとこの辺りになるわけで、若干このズレがあるんですけれど、まあ、基本的にはですね熱酸化反応として説明可能だといったような結論を得ておりますが、まあ、全体として見ればですねその熱酸化反応で予想されるものよりは少し早く起こっている。まあ、この原因を何かということで考えられるものはおそらく水との作用、加水分解といったようなものがあるかと思うんですが、まあそういったものをですねもうちょっと詳しく見ていこうということで、熱処理したものの180度はこんなふうにして色変化するんですが、経年変化はこういうものです。ここからですね、でこの800年経過したものを今度は熱処理をしてですね、そしてもう一度この熱と温度とですね時間の換算速をピチッと当てはまるかどうか見ていきましょうということで見たのがこの図で、これが先ほどのプロットでですね800年経過した基本的な材料に120度から180度まで処理した材料を乗っけていきますと、やはり非常にですねよく乗っかっていくということが分かりますし、それをですねアレニウスのプロットから直線性を見てもこんなふうな形で非常にノリが良いということが理解いただけると思います。したがって、まあ、経年に加えて熱処理といったような、加速加熱促進処理をしてもですね、熱処理においても見かけ上ですね同じ反応が起こっている、すなわち熱酸化反応が起こっているということがこういったデータから推測されたわけです。さてそしたら今度はこういう現象はセルロースやヘミセルロースやそれからリグニンでも同じように起こっているのかと、木材の構成成分の中の何が基本的なものとなっているのかといったようなことをですねもう少し調べていくということで、セルロース、それから中国で書道や絵画のですね紙に使われる線紙、こういうものをですね同じように熱処理していくと、やはりこのようなですね赤み黄色みが増していくような変化が見られます。セルロースとヒノキと中国の線紙でございますが、それのですね色差の変化を処理時間との関係でこう見ていくと同じようなですね曲線が得られることがこういった図から分かっていただけると思います。でこういったですね、ものからですね少し文化財に応用していこうということで、東京芸術大学の矢野先生と一緒になってですね、熱処理材を、文化財の修復に利用することによって、むしろ、古色付けといったような後から表面に色をつけるということも必要でなく、なおかつですね、古材と同様の物性、すなわち寸法変化を示すといったような材料に仕上げることによってですね、より元のですね当初材に適合しやすい材料を作って、そしてそれを補修材として使うといったようなことを行っております。これはですね大久保寺のですね四国にある大久保寺の薬師如来のですね螺髪と呼ばれるこの頭の髪の毛の部分のですね修理修復にこのようなですね熱処理剤を使って、そして実際に石膏というんでしょうか、修復をした例でございます。さらにですね紙については、経年変化した書画用紙というのは書家がですねむしろ干しある程度寝かせた紙、それから枯れた紙としてですね大変珍重されているということをですね知ってですね、
こういった熱処理をした木材じゃなくて紙ですね、そういう繊維を生かせないかということで書家とコラボレーションしまして、今日先ほどまで来ていただいてたんですが、クイセコ先生と一緒になってですね、このような繊維の新しいもの、こちらに書いてある、それから古いもの、それから熱処理をしたもの、こういうものをですねベースにしてさまざまな実験を行いました。このような、有名な扇子の蘭亭の世のですね臨床をですね、こういった無処理のものから30分、1時間、2時間、4時間、8時間、16時間、24時間、48時間といったような処理をした 材料というか繊維の上にですね、臨床をしていただいて、書家がですね、どれぐらいの色目で、そして、書き心地のいいものを選ぶかといったようなものを見ていくと、おおよそこれぐらいがいいんじゃないかといったような結論を得ています。これがなぜいいかと感じるのがですね、のかというのは、多分色とですね、それから筆の走りに関連する水の吸い込みというものが非常に関係しているということが分かってきております。さて、もう少し話をですね飛んでいきますが、杉材の話をしたいというふうに思います。杉材というのはですね、我が国固有の樹木で、そしてこれまでもさまざまなですね日本建築の中に用いられてまいりました。でこういった杉材が非常に調湿性能に優れているということ、それから、条件をうまく設定してやればですね、オゾンやホルムアルデヒドや二酸化窒素といったような大気汚染物質を浄化するということが分かってきております。これはですね、JIS に規定される光触媒材料の空気浄化性能試験方法ということで、主にですね光触媒をベースにしたチタンのですね二酸化窒素の材料についての性能を測るべきものなんですが、こういった材料をですね上に置いて、横に置いてというんでしょうかね、そして一定のですね濃度を持った汚染物質を左側から流し、そして定量を流して右側でこう受けていくと。でこの入り口と出口のですね汚染物質の濃度差でもって、この材料の吸着あるいは吸収性能を測るといったような試験でございます。でこの結果ですね、帯杉のオゾン、二酸化窒素、それからホルムアルデヒドのですね吸収吸着効果というのを評価するとですね、オゾンに対してはだいたい4分の3ぐらい吸収吸着する、それから二酸化窒素に関しては半分程度、ホルムアルデヒドについては2割程度といったように、汚染物質によって、だいぶ傾向は異なりますが、全体としてですね、非常に高いですね吸収吸着傾向性能を持っている。例えばこの二酸化窒素を先ほど申し上げた、光触媒反応をベースにしたチタン材料と比べると、大体同じ程度のものなんですけれど、光を関係なくですね吸収吸着するという意味では24時間吸着するわけですから、非常に性能が高いということも言えるわけです。でこの性能はですね、杉材に固有だということ、他のですね木材でもないわけではないんですけれど、比較的ですね小さい、それから帯杉というように書いてございますが、産地の影響を非常に受ける、さらには抽出成分の影響を受ける、組織構造の影響を受けるといったようなことが分かってまいりました。こういった構造の影響、それから抽出成分の影響、水の影響、大体こういうところが大きなところかと思うんですが、そういったものをですねもう少し詳しく調べていこうということで、この場合は透過実験をしてですね、杉の小口を、こういうように透過するように汚染物質を流して吸収吸着性能を、乾燥技術の違いによってどの程度変わるのかといったことを調べた図でございます。縦軸に二酸化窒素の執着量を示してますが、天然乾燥が最も高くて、温度が45度、60度、105度、すなわち低温、中温、高温乾燥した
材料ですと同じ材料を使ってもですね、吸収吸着性能がどんどんと落ちていく。このことは逆に言うと抽出成分の減少量と一対一に対応しているということが分かってまいりました。でこれをですね、全部脱抽出処理をすると、ほとんど、この乾燥技術の効果、温度の効果はなくなりますから、まあ、この上の部分が、それぞれ抽出成分の影響だといったようなことになるかと思います。でそういったですね、小口面の影響が非常に大きい、杉の乾燥技術が非常に重要だ、だけど小口面の影響が大きいといってもですね、なかなか小口を表面に出して使われている材料というのはございませんので、そういうものをですね、人工的に作るという加工は非常に単純にですね、ここにのこめを入れて小口面を露出するというような、こういうスリット加工をですね、行うことによってどれぐらいの効果があるのかといったようなことを、例えばこういったレンタル倉庫のですね、一定面積の中に杉材を天井だけに貼った場合と、こういうように3面の壁を含めて貼った場合、まあ、いくつかのですね、データを、2年にわたって温湿度の変化、あるいは、その中における、成分、どういうものが、フルスケールの中でですね、気中に、出ているかといったようなことを調べております。このようにですね、特に梅雨時、これ1年にわたるですね、温度湿度変化を示していますが、この内部のですね、スリット材が増えれば増えるほど、この変更、相対湿度のですね、変化量が非常に小さくなって安定していくということが分かりますし、それを梅雨時で拡大していくと、こういう外部は 100% になるような、そういう湿度条件であってもですね、内部の木材、スリット材が増えるに従って大体 70-80% のところでですね、安定した湿度を保つといったようなことが分かります。でこういったデータからですね、ここにありますようにコントロールと、それからスリット材を天井にのみ用いた場合と、それから壁面と天井の両方を用いた場合で、その室内のですね、湿度の分布を調べていきますと、このようにどんどんとこの幅が狭くなって、結果的にですね、書籍の保存、カビの防止、金属の腐食の防止、さらには人体の快適性がこう保たれる範囲にどんどんとなっていくということは、杉材、スリット材をですね、室内の居住空間に使ってもですね、極めて高い調湿性能の結果としてですね、人の健康快適性にですね、大きな影響を及ぼすということが分かります。でこういった、杉材の、空間の中に、どのようなですね、気圧性の有機物質があるのかということも、調べておりまして、ここにございますようなセスキテルペン類と、まあ、いわゆるテルペン類、その中でも特にカジネンと呼ばれるような物質が非常にですね、放出されているということが分かっています。でこういった VOC あるいは、杉材のですね、さまざまな、居住空間における視覚特性、心理生理特性といったものが、人間のですね、健康やそれから、印象にどのように影響を受けているのかと、影響を与えるのかということをですね、一方で調べていきたいということで、この先ほど申し上げたようなものをですね、少しですね、変形いたしまして、これは研究所の中の、ラボでございますが、被験者はこの中でですね、杉材が、入っていることが全く見えない状態で、匂いは、聞けると。で実際の観察者はこちらの裏側にいてですね、この辺りに、先ほど申し上げたような杉の小口のスリット材をですね、一定の軌跡に対するボリュームに対応するように入れてですね、そして、その中で、この被験者のさまざまな挙動、例えば、この場合には作業負荷を与えて、そしてその作業負荷の前後でもってですね、感情プロファイルを試験したり、それから、その中の唾液を取ったり心拍を測ったりといったような生理心理試験をですね、行うことによって、この杉材の空間が、
ブラインド試験として行われている被験者に対してどのような生理的心理的なですね影響を与えるのかといったようなことを検討してきました。その一例をですねいくつかお見せしようというふうに思うんですが、これは唾液中のアミラーゼ活性を見たもので、ここにございますように対象質コントロールではですね作業前に比較して作業後増加する、すなわちアミラーゼ活性が増えていくことはですね、少しですね、ストレスが溜まっているという状況を、作業後は示すということを示しているんですが、それに対して次の部屋ではですね、むしろアミラーゼ活性が下げる、すなわち抑制的に働く、落ち着いたですね、感情を維持できるといったような効果が得られるということが分かってまいっております。さらには、そういった、居住空間内で、心拍を測っていった例でございますが、心拍ではなくてこの場合にはですね、血圧の最高血圧を測った例を示していますが、コントロールに対して、こちらがですね、杉の痛め剤、こちらが杉のスイート剤、このようなですね、見えているところにですね、人を置いて匂いは嗅げないようにしているんですが、見えているという状況の中で一定のですね、作業負荷をしつつ、この中で、さまざまな、実験をしているわけですけれど、そういうところで見ていただきますと、このようにですね、最高血圧が刺激の提示前からですね、ここに入って、そして刺激を提示した後、このように、最高血圧はこの段階若干こう上がるような傾向がコントロールでは見られますが、杉の痛め剤、さらには杉のスイート剤になるとですね、このように血圧が下がっていく、すなわち杉の居住空間ではですね、人の精神を落ち着かせていくような方向でですね、働く作用するといったようなことが分かってまいりました。まあ、こういったですね、居住空間における杉というもの、あるいは水材のですね、効用というものをですね、最大限生かすことができればですね、これからさまざまなですね、利用技術、利用範囲が広がっていくというふうに考えております。ちなみにですね、既にいくつかの、利用例がございますので、ご紹介申し上げますと、このような形で、これは京都府の東京事務所の知事室でございますが、こういったスリット材を一部入れております。歯周管にもですね、このような形でスリット剤、これ裏側がスリットが入ってますので分かりにくいですがスリット剤になっていますし、それからこれは杉をですね、机の天板にしたものですが、この裏側にですね、スリット加工しております。まあ、こんなふうな形でですね、さまざまな杉のスリット剤の利用が可能だというふうに考えるわけです。最後に熱帯林の再生ということで少しですね森林の話をしていきたいと思います。この図の左側はですね、インドネシアのスマトラ島の天然林が1932年には 98% 程度あったものが2000年、わずか70年の段階で 5% まで減っていると。でそういった減ったですね、減少した地はですね、多くはこのように草地化していくといったような現象が見られておりますが、これをですね、人工林によって再生していきたい。でこれによって植生を回復し、この二酸化炭素の吸収を増やし、さらにはバイオマスの資源を供給すると同時に地域の経済を活性化させるだろうということで、そういったですね、プロジェクトをベースにして実際にこの森林がどのようなバイオマスのですね、変化を起こしているのかといったようなことをですね、このようないくつかのフィールドをベースにして10年余り調べております。今日はですね、その中でこのインドネシアのスマトラ島の南部の MHP 社と呼ばれているこの森林ですね、約30万ヘクタールといった東京のですね 1.5 倍ぐらいあるそういう植林地でございますが、そういったところでですね、ある一定の面積、およそ1万ヘクタールぐらいのですね、面積についての、検討した例を簡単にお知らせしたいと思います。これは2003年からですね、定点観測をして30メーターのファイアタワーの上から写真を撮っているんですけれど、このようにですね、樹木が成長し、そして6年ぐらいで、
一旦抜出されてですね、植林をし、そしてまた再びこう成長が繰り返される。このようなですね、伐採と植林をこう繰り返していくようなものが本当に持続的なものかどうか、その持続性をですね、いろいろ評価する手法がありますが、まずバイオマスを見ていこうということで、こういう地表のサンプルプロットをベースにした調査と、それから衛星リモートセンシングによる広域調査、こういうものをですね、合わせております。サンプルプロット調査というのは、本当に地面の上にですね、一定のですね、ランダムプロットをした、この場合ですと30メーター×30メーターの対角線を持ったひし形の中の樹木、この場合はアカシアを3メーター間隔に植えてますので、およそ60本、これ中真ん中の交点の部分ですね、のマークなんですが、そこの樹木31番目の樹木のですね、直径と高さを測って、そしてそこからですね、樹木の材積を計算し、そしてそれについて推定していく手法でございます。で、そういったものと、それからエイロスデータをベースにしてですね、変波を合成開口レーダー、こういうものでもって、付き合わせをしながら、この、バイオマスをですね、測っていく、推定していくといった方法でございますが、このように森林のパラメーターは直径と樹高と、それから全体の材積ということになるかと思うんですが、こういうものと、それからもう一つはリンパン図面積ですね。で、こういうようなランダムサンプリングプロットのですね、データとリンパン図を組み合わすことによって、地上のですね、データを、ある程度揃えることができるんですが、こういうものをですね、衛星のデータ、この場合はエイロスのデータをベースにして変波を利用し、それを成分に分解してですね、そして、キャノピーの産卵、これは、この樹幹の中でのですね、産卵度、それから地表の表面の産卵、それからこのような二回反射の産卵といったようなものをですね、横軸ボリューム材積でもって示したものでございます。ラチの露出がですね、ボリュームが成長、樹木が成長していくと、ラチのボリューム、露出が減少するということをこの表面産卵は示しておりますし、それから幹の断面樹高の増加によって、このようなですね、二回反射産卵が増えていく、同時にですね、樹幹の厚みが増加することによってキャノピー産卵が増えていくといったようなことが分かっておりますので、まあ、こういったところをですね、この頃やっとですね、前に進めることが、大村先生、小林先生さんのですね、努力によって、少しずつですね、衛星リモセンの技術と、それから地表における伝統的なですね、在籍推定の方法とがですね、一致しつつあります。で、このような結果としてですね、視野の増林地というのはどういう特性を持っているのかということをこの図で示したものでございますが、ここにございますように、アカシアというのはですね、蓄積そのものは80トン程度ヘクタールあたりですが程度ですから、まあ、これをですね、いわゆる熱帯タウリンに比べると、だいたい4分の1程度にしか過ぎません。一方で、元の草地か熱帯タウリン、どちらかが見るかによりますけれど、草地からこちらにこう変わったとすればですね、4トン程度の蓄積が20倍程度増えたということも言えるかと思います。で、一方でもう一つ大きいのは、抜出をですね、毎年ヘクタールあたり62トンしているということはですね、こういった熱帯タウリンや、それから草地に比べるとですね、こういったフローで非常に大きな特色を持っているということが分かります。まあ、このようなことで、バイオマスの蓄積とフロー、すなわち蓄積ストックと資源生産量との関係をですね、天然林と、いわゆるオイルパームや、ゴムといったような農業プランテーションと農耕地と、それから草地といったものと比べていくとですね、この森林のプランテーションというのは、この抜出フローにですね、非常に大きな特色があるということが分かります。さて、これまでですね、さまざまな木材と森林に関わる、これ私の研究をですね、ご紹介してまいりましたが、いくつかですね、これからものを考えるときに重要だなと思うことを一つだけ述べていきたいと思います。最近はですね、俯瞰という言葉が大変重要になってきました。
ものをですね、より何て言うんでしょうか、総合的に普遍的に見ていく、鳥の目のようにですね、マクロスコープで見ていくというようなことでございます。特に今のようにですね、世の中が大きく変化する、潮目に当たるときには、こういったマクロスコープ、鳥の目が大変重要で、潮目の方向を見定めるという意味で、こういった、技術、この場合でいうと例えば環境影響評価の技術であるとか、先ほどお示したようなマスフローといったような、そういった視点が大変重要になります。が一方でですね、一旦ですね、その方向が定まってくると、今度はですね、個別の技術、多様な技術、多様性とか要素の技術、こういうものが大変重要になってくるように思います。でこれはむしろですね、一つ一つをですね、埋めていくというようなことが大変重要で、そういう意味ではですね、これまで我々が学問分野でいうと深掘りをするという技術も大事だということになるわけですが、まあ、できればですね、こういった2つの目を複合的にですね、持つ努力が研究者にとっては大変重要なんじゃないかなというふうに考えております。これは中国に講演に行った際に、ある大学において欠けてあった変額をですね、ここに写真としてお示ししたものでございますが、中国では木を植え、人を育てるというふうに読むんだそうですが、私はこれを見た瞬間にですね、樹木は人を育てるというふうに読んでしまいました。で、こういったですね、樹木は人を育てるかどうかは分かりませんが、私はですね、昨日研究勉強を通じて、先ほど申し上げたような、人とそれから生存権との関わりを多く学んできたことに対して本当に、感謝の念でいっぱいでございます。ここにですね、これまで34年にわたって、研究してきた仲間、恩師の先生、ほとんどまだ多分抜けている方がおられたら大変恐縮ですが、私が思いつく限りですね、書いてみた例でございますが、本当にありがとうございました。感謝申し上げたいと思います。最後にもう一枚でございますが、京都は祇園祭りで大変夏は有名でございますが、私はこの祇園祭りの船鉾の車型を25年以上にわたってしております。夏7月の17日にですね、もし京都の祇園祭りに来られることがあったらですね、ぜひ船鉾の、車のところを覗いていただいて、私に声をかけていただければ大変嬉しく思います。本日はどうもありがとうございました。